はいみなさんこんにちはゆきかみやろでございますということで今回なんですけど先ほどえとあるコメントが来たのでそちらに対応していこうと思いますではこちらとなります話の重複が多いし本人は楽しいみたいですが聞いている私は話がつまらなくてきついですあと声の質を変えた方がいいです内容を文章に起こしてから自分で読んで楽しい内容にしてください きました正直腹立っています。正直なんだろうね。ついてきません。だったらついてこなくていいです。まあ、正直言うよ。まあ、これに関して自分は台本があって話してるというわけもないので、まあ、単なる話してるだけだなんて、まあ、正直台本なんてないからな。あと声の質変えた方がいいですよって言うけどさ、じゃあ何は勝手に決めないともらいたい。これが本当に自分なんですけど。 恋の質ってなんだよふざけんなと思うけどね。まあ、これに関して本当に恋の質ってなんだよ勝手に決めないでもらっていいですか変えた方がいいですよ。じゃあ何か何かしらでお前が変えてくれんのかって思うけどね。まあ、これに関しては炎上しても構いません。なんか言われようと文句言われます。言われようがと、勝手に決めてください。勝手に言えばいいじゃないですか。だったら見なければいいでしょう。って思うけどね。まあ、これに関して自分は別に 悪くもないし、別にあの、社内登録しようがしない方を勝手ですからね。ただ、余計的に言うと、余計なこと言うと、あれですからね、別に。全員してなくてもいいですよ。正直自分はこれでも本当に自由でやってんで。これが仕事なんで。自分は働きたいかもしれないけど、自分はあれなんで、正直いろんなこと、事情があって、 家にずっといるだけなんで。これが、ね、あれですからね。仕事っていうか。まあ、そういった形になってんで。勝手なことは決めてないでもらっていいですかね。恋の質って何ですか正直思うけどね。本当に勝手に決めないでもらっていいですかねって思います。で、てうことで腹立ったというわけで、急遽、えー、動画にしました。